いと柔らかちんこに救いの手を、満月堂の妙音です。今日の無意識が明日の柔らかちんこを作るんですよ。毎朝の朝立ちチェック、それから持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題、ぜひ毎日コツコツやってみてください。こんな経験ありません？女性の方をセックスに誘ったら誘ったで怒られるし、誘わなかったら誘わなかったで怒られるみたいなこと、男性の皆さん経験あると思うんですよ。それなんでか分かりますか？それが実は女性には性欲のこの波があるっていう話なんですよ。でその波にしっかりフィットしていないと、誘ったら誘ったで、いや今日疲れてるしみたいな感じだったり、誘わないと誘わないでなんか浮気してるんじゃないの最近みたいに、あるあるですよね。今日はその女性の性欲のタイミングとかスイッチ、それ分かってればどうにか対処できるじゃないですか。なのでちょっとね、そこを調べてきました。もちろん女性それぞれによってタイミングって異なるので一概に絶対こうとは言えないんですけれども、多分これを今日聞いた女性は結構うなずく女性も多いと思うんですね。なので誘っても誘わなくても怒られるっていう男性は今日ぜひチェックしていただきたい。で後半はですね、逆パターンもあるじゃないですか。女性がすごい誘ってきても俺その気じゃないみたいな時、こういう時の対処法についてもお話をしていきたいと思いますので最後まで見てください。じゃあ男性と女性の性欲の周期、性欲スイッチ、これにおいて一番大きな違いが何か、はい、それがですね、生理なんですね。男性にはなくて女性にはある生理ですね。この周期が大きく関係している人が多いっていう話なんですね。実は性欲と生理が関係していると思いますかっていうアンケートについて、イエスと答えた女性が 76%、約8割ですねの方々が性欲と、生理こう感じるものがあるということなんですよ。じゃあ具体的に生理周期といえどもいろいろあるじゃないですか。そこちょっと見ていきますね。はい、じゃあいつムラムラするか、1位生理前なんですね。どうですか、彼女様や奥様、元カノ元奥様などなど、生理前ムラムラするって人いませんでした？はい、実は1位なんですよ。生理1週間前ぐらいがムラムラするって方が 33%、 そして生理の1日前から3日前もうピンポイントなこの辺りが 16% という風に一番多いんですよ。でじゃあ理由ね、その理由がこれちょっとね面白くてですね、もうすぐ生理になるからその前にエッチなことをしておきたいとか、あとは PMS、 こう生理の前にいろいろ不調が出る、症状ですね、 PMS のイライラを解消したいという気持ちなどなどの声があるようです。だから生理前というのはどうしてもムラムラする、もうとにかくしたいっていうよりも、もうすぐ生理だからじゃあその前にやっとくかみたいな感じが多いんじゃないかなと私はこの感想を見て思いました。はい、大体女性というのは自分の生理周期がどれぐらいで、前回はこれぐらいこの日だったから次はこの日だなとかっていうのを結構把握してる方の方が多いんですよ。そうなってくると、あ、来週の水曜日から生理だなみたいなのが分かる方が多いので、こういう結果になったんじゃないかなと思います。じゃあ第2位、排卵前、これがね 22% でした。で排卵がいつなのかというと、生理始まった日が1日目と見て、だいたい14日目ぐらい、2週間ぐらいが排卵の時期になるんですね。で排卵をしてさらに2週間14日後ぐらいに生理が来るっていうのが、まあ通常の生理周期になっていて、これは人それぞれだから4週間で28日ですけれども、もうちょっと短い人もいればもうちょっと長い人もいればっていう感じではあるんですが、だいたいそれが目安です。でその
2週間ぐらい経つ排卵時期にムラムラするっていうのが第2位でした。これはね結構うなずけるんですよ。これなぜかというと、そのね排卵する直前に、妊娠に備えてエストロゲンっていう成分の分泌量が増えるんですね。なのでこの時期に性欲が高まるっていうのは本当にこう自然の摂理っていう感じなんですね。でやはり女性としてもこの妊娠したいという本能をちょうど卵が排卵する時期に出るという話も聞いたことがあって、この時期は濡れやすくなったりとか、あとは感度が良くなったりする、こういうことも多いようです。なのでそういう経験からムラムラする人が多いのかもしれません。妊活などをしているとこの排卵日、排卵時期に合わせて性行為をすることによって妊娠確率が高まるというぐらい、排卵時期って女性としてのこの本能的な高まりがあるんだと思うんですね。で、よく昔々安全日とか危険日とかあったじゃないですか。その危険日がこの排卵あたりに当てはまると思うんですね。なので2、排卵日のあたりに、ムラムラする、これは一番自然じゃないかなと思いました。じゃあ3位、暇な時それからセックスした後という結果でした。ここからは急にちょっとね生理周期とは、違ってきます。暇な時にスマホで、映画とか漫画とか見てる時にこのセクシーなシーンとか出るじゃないですか。そうしてくるとムラムラしてくるっていう人がいたりとか、あとはパートナーさんと会ってセックスをした後の数日ってこう余韻がありますよね。その余韻によって思い出しムラムラをする人も結構多いようです。これ男性も多いんじゃないですかね。思い出しムラムラ。もしパートナーさんと会って数日経っていて男性が思い出しムラムラをした時は、女性も思い出しムラムラをしている可能性も確率も高いので連絡してみるといいかもしれません。では第4位ですね、お酒を飲んだ時なんですね。これあるあるかなと思いがちなんですが、実はちゃんとした根拠もあってですね、男性同様に女性もお酒を飲んだ時にムラムラする人が多いそうです。で、何の根拠かというと、ネイチャーっていう科学雑誌ありますよね。世界的にもこう有名で権威のある雑誌なんですけども、そこで発表された研究によると、女性はですねアルコールを摂取すると性欲が高まるという結果が出てるぐらい、ちゃんと、した根拠がある話らしいです。なのでですかね、昔からとりあえずお酒を飲みに行ってからの流れみたいなのは、そういうことを人間というのは知らず知らずのうちに知っていたのかもしれませんじゃあ最後、その他、ですね。これ最後その他意見っていう割に結構あると思うんですよ。男性らしい一面を見た時、それから男性の指、腕、仕草にドキドキした時などの声もあるって書いてるんですけど、これはありありだと思います。はい、やっぱり好みはあれども、女性と男性って違うので、女性には持ってない男性の、男らしさとかっていう見た時、あってなるのはあり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 だと思うし、女の人って結構手腕見るんですよ。手がセクシーな男性って、めちゃめちゃ燃えるんですよ。なのでこれ最後のその体験といえども、結構ありありだと思います。なので、じゃあ細くて綺麗でみたいな指がいいかというと、そういうわけでもなくて、それは人これぞれなんですけれども、もうゴツゴツした、荒れた手がいいみたいな人もいれば、細い感じがいいみたいな人も様々、手ちょっとご自身の個性のままに手を磨いてみるのもいいかもしれません。はい、以上が女性がムラムラするポイント、タイミング、第4位、そしてプラスその他の意見までお話をしました。じゃあ逆の時、女性がムラムラして誘っているのに、男性側が今日疲れてるからって断ってそのままセックスレスになるパターンとかあるじゃないですか。これどうすればいいか。はい、もう答えは出てるんですよ。男性も女性のムラムラポイント周期知らなかったですよね。ということは女性も、男性のムラムラ周期、ムラムラポイントって案外知らないもんなんですよ。ということはどうすればいいか、周期やムラムラポイントについてのお話を、
ことあるごとにちょこちょこしておくと良いと思います。コミュニケーションですね。一番男性が怒られるのが、女性がめっちゃ今ご飯を作っていたりとか、なんか家事をしていたりとか、お家でこう仕事をしているのに、ねえねえちょっとちょっとみたいな時に、してすっごい冷たい目線で、は?みたいな、言われることありません？で、すっごいイラつかれてみたいな。それってこっちはしたい、もちろんもちろんこっちはしたいっていう気持ちは大事なんですよ、男も女も。だけれども相手のことを見れていませんし、相手の状況を、思いやれていないということがありますよね。で、これ女性が誘ってきて男性がいやいや疲れてるからって時だって同じじゃないですか。なので、こういう時は今日疲れてるからこうしたいとか、あとそれが続くと強制的な感じになってきて泣いてしまう的なものもあるじゃないですか。なので、常日頃から、じゃあ今日話し合いをしましょうみたいなことではなく、普段から軽いタッチでお話をできるような関係性を作っておくのが一番いいんじゃないかなと思います。ということで、今日は男性にはなかなかわからない女性のムラムラポイント、性欲のスイッチについてのお話でした。生理の周期と関係しているという女性が約8割ほとんどでしたね。あとはお酒を飲んだ時とか、番外編ではありますが男らしさを感じた時などにムラムラスイッチがピッて入りがちです。なので最近セックスレスでここを打破していきたいなどという方は、特にアンテナをちゃんと張っておいて、あ、今じゃないっていう時にしっかり、アプローチをする、これ大事になってきます。女性も気持ちもコロ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 気分も変わりやすいので、その時逃すと数分後とか翌日だとダメみたいなことってよくよくありますので、気をつけください。では最後に JKB 持続可能な勃起力を育てるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を鍛えることによって男性ホルモンが高まって勃起力にもつながりますので、運動、筋トレ、筋トレ、もう何か1つでもいいので毎日コツコツやってください。通勤時1駅歩くだけでも違います。今日からできることをやっていきましょう。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。で、その中で足りない栄養素をサプリで補ったりとか、3食コンビニ飯を1食だけでも自炊してみるとか、とにかく今日できる頃からやってみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックス、体のリラックス、両方大事です。夜寝るのが遅くて、睡眠時間が短い、朝起きても疲れが取れていない、休みの日はとにかく布団で寝ていたい、こういう方本当にたくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういう方ほど睡眠の質見直してみてください。寝る時だけでも締め付けゼロ、これを目指して満月堂のふんどしパンツ、それから玄米ホットアイマスクを目元に当てて寝る、やってみてください。これだけです。爆睡体験ができて翌朝の元気が違います。最後に質問やお悩みがある方は私の LINE に連絡をください。私が直接一つ一つお返事をしております。先行案内や限定案内なんかも LINE からしてますので、質問内容という方も、LINE に登録してスタンプをしておいてもらえると嬉しいです。 Twitter、インスタでは私のプライベートの様子ですとか、日めくりみょんね、月めくりみょんねという企画をしておりますので、ぜひ参加してください。毎週金曜日お昼12時半から YouTube でライブ配信を行っていて、ファンの皆様と毎週こうわちゃわちゃ、ね、交流する楽しい場になってますので、ぜひ遊びに来てください。LINE、Twitter、Instagram、YouTube、それからショップの URL、 これら全部まとめて概要欄に書いてますのでチェックしてみてください。では次の動画まで課題やってきてください。満月堂のみょんねでした。バイバイ。